ここは算数忍者たちが暮らす数の里。見習い忍者の数丸と数葉は今日も算数の修行をしていました。そんな二人のもとに一通の手紙が。箱仙人と手下たちが町のみんなを箱に変えちゃった。助けて。姿を変えられた町人たちは箱の数を正しく数えてあげると元の姿に戻るらしい。困ったぞ。先生たちは温泉旅行中。ここは拙者たちが行くしかないでござる。こうしてカズマルとカズハはみんなを助けに向かうのでした。